あ、そうなんですよ。これ噂の実験人さんですよね。違います。あ、違う。いつもあのサンテレビのライクアウィンドで見てました。あの元祖滝に打たれてた男性ですよね。何のことか覚えてない。あ、そう、確かにあのもうちょっとスリムでしたね。あ、じゃあ人違いでした、すみません。なんかこれ FBO なんですよ。テレビちゃうの。テレビちゃう。俺こういう人ということで今日のおまけ、イエイイエイイエイ。じゃあ、あのね、ここねネッツトヨタさん、そうトヨタのお店ですよ。そうなのに出てくるのはバイクでしょ、飾ってあるのフックでしょ、まあ、バイクでしょ、バイクでしょ、車ないやんっていうね、めっちゃ面白いお店なんですよ。車のない車屋さん、ネッツテラス宿川ですね。トヨタのお店で今日はバイクのイベントがありましたということで、ちょっと入ってます。あ、シモディがお片付け中です。今本編の撮影が終わりました。あ、これはこれは、いや、首脳会議、首脳会議のことですか。ねえ、丸田国、どなたから聞こうかな。まずですよねえ、はい、マックス・プリッツさんじゃないですか。はい、改めてちょっとどういうお店なんですか。はい、ちょっと老眼鏡がないと見え見なくても分かりますでしょ。はい、一応ね、うん、あの2000年からあのスタートしているブランドでして、うん、まあ、バイク乗りの、まあ、大人の、まあ、バイク乗りの普段着的な雰囲気からスタートして、まあ、ツーリングでもカフェでも、まあ、そういったところでも、まあ、似合うようなウェアを作っているブランドです。でそれの、神戸のお店ということで入っさせていただいております。もうなんといってもイタリアンバイクに合うんですよ、マックスフリッツさんね。はい、そう、ちょっと見せてもらっていいですか。はい、なんか特に最新のおすすめアイテムとかあるんですか。今おすすめなのは、この辺ってバイクウェアですか。そうですね、一応もうこの辺もめっちゃ可愛いシャツなんですけども、寝るシャツにもうプロテクターを全部胸、肩、肘、背中と入ってますので、このままアウターとして使っていただいてもいいですし、まあ、秋とか冬のインナー的なプロテクターとして使っていただいても OK です。でもこれ今日ご紹介してるキャバレルにぴったりですよね。ぴったりです。はい、もうあのイメージのコンサート、うん、そのまま被るような感じで、はい、スタイル的にもパンピックとあの、ね、やってる非常にぴったり合う感じですね。うわ、で今回ちょっと手を組んで、はい、ワルダ組声を、はい、かけていただきまして、ワルダ組の相方呼んでください。社長社長はい、サインハウスチームワルダ組の道社長、本編にもご登場いただきましたが、本当にもう超ベストマッチですものね。 いいと思いますよ。僕らの商品とすごいこうコンセプトも合ってるし、うん、おしゃれなウェアですし、かっこいいバイクにやっぱりおしゃれなウェア着てほしいじゃないですか。うん、ほんまに。まあ、でも首脳会議で言うと、もう一人このイベントのトップ役者さんいらっしゃいますよ。ちょんまげ、ちょんまげさん。ちょんまげさんが。ちょんまげさんも嬉しい。恐縮です。まず S モーターサイクルさんですよね。はい、S モーターサイクルの重本と申します。大噂バカネガネ、関西で一番ランブレッタを売る男ということで。ね、拍手。よっ。ねえ。セールスのコツは何なんですか。セールスのコツですか、うんうん、かっこいいよっていうのを言う。かっこいいと思ってるからかっこいいよっていうのですかね。実際にランブレッタは今、はい、乗られてるんですか。す、あ、はい、どういうところが好きですか。どういうところいつもおすすめしてるんですか。まず見た目がおしゃれですね。そうですよね、うん、もうちょっとのお買い物でもあれ乗るだけでウキウキしますものね。そうですね、うんうん、でツーリングとか行ってもやっぱりしっかり走ってくれるんで、うんうんうん、あの楽しめるバイクでもありますよね。うん、確かにそうですよね。その辺にも本当に使いやすいんですけど、それじゃちょっともったいないぐらい、もうちょっと遠出したくなるようなね、しますします、バイクですもんね。はい、もうすごい愛がいっぱいで、 T シャツも今日ちゃんとラムレータで、ね、ネッツテラス、あの店長の柴田です。一日中子供がね走り回って、はい、そうなんですよ。みんなめっちゃ楽しそうでしたね。はい、今日も、まあ、あの午前中午後と20人ぐらいのねお子さんと戯れてたんですけどもね、まあ、それが大きくなったらここで車買ってねと。おっちゃんいないと思うけどと。いやいやいや。今はまずは車屋さんに来て車に好きになっていただくということで、この精神ですね、バ
イク業界も涙が出そうです、ね、そうか、私たちも自分が乗って楽しいだけじゃなくて、そうなんですよね、後の世代にも乗ってこう楽しいのを伝えたらいいですよね。お兄さんは、エコキヤさんというふうに伺ったんですけど、車とバイク専門で、車イラストとあとグラフィックデザインの方もさせていただいておりまして、はい、なんていう会社、お名前は、アート KR の靴岡と申します。アート KR さん、はい、今あるんですか、どんなものが、はい、これ、写真じゃん、写真じゃないんですか、はい、ほとんどが、8割方は小学校の時もある桜水彩絵の方にありますよね、使いましたよ、はい、あれで描かれてます。ちょっと発色が必要な赤とかだと、もうちょっとランクの上の絵の具を使わせていただくんですけど、はい、それでオーナー様とか、あと企業様の方からもご依頼いただいたりしておりまして、え、これ今回はポストカードですけど、他にはどういったものに描いたりするんですか。今日はこういうイラストボードっていう厚手の紙の方に A4 サイズから大きいものを依頼いただくときはそれ以上のサイズで書かせていただいて、オーナー様に直接原画でお渡しするっていう感じですね。いや、だって自分のバッグと自分のペットがこんな絵になったらめっちゃ嬉しいですもんね。そうですね、わあ、すごい素敵。だからエースモーターサイクルさんからこれをご依頼いただいて、これも、はい、ランブレッタ、ランブレッタでネッツトヨタ神戸仕様のこのミニ四駆ステッカーとこのパッケージのミニ四駆を作られたんですよ、うん、このパッケージとステッカーもご依頼いただいたんですけども、なんとネッツトヨタ神戸さん全店でミニ四駆のコースが設置されてます。そう、さっきもね、その話を聞いたんですよ。そうそう、これを実際にそこのコースに走らせられるってことですよね。はい、そうです、ミニ四駆だけで遊びに来ていただいて もうこちらで買われなくてもミニ四駆だけで遊びに来ていただいても構わないお伺いしております。いやー、ありがとうございます、すごく丁寧に、はい、いやいや、とんでもないです。まだすごい、まだ青山さん、こう一点で違いまーす。あ、はじめまして。はじめまして。え、工具の、工具のメーカーの、こんな綺麗な方が、どういうメーカーなんですか、スナップオンさんは。まあ、いわゆるですね、あの輸入工具を販売する、まあ、アメリカの工具なんですね、スナップオンさん。なんかバイクにも使える工具ってあるんですか。私全然わかんなくて、そうですよ、ね、これ何で使うやつですか。ホイールの方を緩めたりとか、ナットを緩める工具ですね。設定が基本的に皆さんこうエアーツールといってエアのホースにつながって使われるものが多い。これはそのコードレスなので、そのホースの煩わしさがまあないという点で、まあまず便利なんですよ。ねえ、オールステンレスで、触ってもいいんですか。滑らかに開く。そうですね。わ、いいですね、重厚感があって。日本全国加盟店さんいらっしゃるので、その地域で皆さん買ってくださってるような。なんで工具メーカーさんに入ろうとした。あ、私はですね、あのバンに乗りたくて、ただただそれだけだったんです。え、どれ、あれ、あの、はい、そうですね、皆さん、あの加盟店さん、あのバンであのお仕事、皆さんのところ、ね、お客さんとか回られるんですけど、移動販売をしてるんですよ。そうなんや。こういう、あの、なんていうか、店舗で構えて、あの、いらっしゃいませっていう仕事ではなくて、あ、そうなんですね。皆さんにお伺いをして、あの、こんにちはって言って、こういう工具出ましたよって紹介させていただいて。知らんかった、すごい。あれに乗ってきたんですか、しかも。そうですね。運転してきたんですか。そうですね、あの4トンも運転しますよ。かっこいい。バイクは乗らないんですか。バイクも乗ります。あ、うわー、いいな、かっこいい、綺麗やし、スタイルもいいし。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね、いろいろ楽しめましたね。で、今日は何しに来てたんですか。あ、今日何しに、私何しに来てたの。初めて私もインプレに挑戦しているので、ぜひ本編を見てください。よろしくお願いします。